こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。同じ商品を出品しても高く売れないです。高く売るコツを教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、私のコンサル生が、同じ商品を出しても高く売れないっていう相談がありましたので、まあ、ぜひね、あの、回答させていただきます。同じ商品を出品しても、高く売れる人と売れない人が、 いると思うんですけど、その違い何なのかっていう話なんですよね。それはズバリですね、出品のコツをですね、得ているかどうかです。同じように商品を出品しても、購入希望者の心をつかむね、出品の写真や、出品の文章のテキストや、まあ評価やね、悪い評価、これ全部含めてね、購入希望者はですね、商品を購入されます。なので、 同じ商品でも購入希望者が自分のね、条件のあった商品であれば高くても購入します。なので、これらのね、ことを身につけるには地道にね、出品して努力して身につけるしかないかと思います。まあ、ぜひね、身につけていただければ売ることができますので、ぜひ試してみてください。 ライン登録お願いします。ライン登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。それと、0円転売コミュニティが始まりました。ライン登録を0円コミュニティに参加したいとメッセージをください。よろしくお願いします。あと、YouTube からの質問は一切回答していないので、質問がある場合には、ラインアッ登録をね、 えっと、連絡をしていただければ回答しますので、ぜひよろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。